皆さーん、はスマブラするのにお気に入りのコントローラーとかありますか？いちいち騒がしいな。でも今時だとジョイコンにプロコン、ちょっとガチの型になるとホリコン、GC コンあたりか？いやいや、そんなガチで使うようなコントローラーより、みんな子供の時使ってて大好きなコントローラーがあるでしょう。あ、まさか、64のコントローラーだというのか？違います。それはもうWiiリモコンに決まっているでしょう。ああ、そんなのもあったな。みんながこれを持ち寄りWiiでスマブラをするなんて懐かしい光景でしょうか。今回はこの懐かしいコントローラーを使って、昔ではありえなかったマリオの即死コンボを成功させるまで遊んでいきます。こんなボタン数の少ないのでいけるのか？というわけでやってまいりました。元気なスラヤロのおててです。誰も興味ねえよ。Wiiリモコンを接続するのにはこういうのを使ってます。アップデートにパソコンを使ったり、バージョンは最新じゃなくて少し古いのを入れたりする必要がありました。なんかコントローラー接続するだけなのにめんどくさそうだな。まあそれでもいいという方は概要欄に商品の URL と使い方でも書いてます。アフィリエイト、アフィリンクは使ってませんのでご安心を。少しトレモで動作確認してからオンライン行ってみます。そういえばヌンチャクも使うんだな。友達とやるときにもヌンチャクでやる人いたでしょ？これなかなかやりやすくていい感じ。トレモでできるなら即死コンボもいけそうではあるよな。じゃあ実際にオンラインマッチ潜っていくぞ。手元は真ん中に移動させました。パーセントとかもこれで見えるか。初っ端からロイはちょっと厳しいな。マリオってロイきついのか？いや私は相性とか全く知らないんだけど、唯一知ってるのはロイの横スマとスラヤロは相性ガンフリー。横スマに当たりすぎてトラウマになってるだけじゃねえか。いやそんなどうでもいい話してる場合じゃなくて。そうそうわかったか。あと500人で登録者さん2万人なんですよね。いやありがたいけど違う。ヌンチャクの使い心地はというと結構いいです。どのぐらい使いやすいかというとスライムコントローラーと同じ感じ。誰もわかんねえし、しかも使いづらいって言ってたじゃねえか。スライムコントローラーもアケコンよりは使いやすいということです。プレイ画面を見てください。この華麗なコンボ、一番嫌いな横スマ食らってますよ。もうこのゲームやめようかな。そんなにダメだったの？戦意喪失してませんか？クロムとロイの横スマに当たったらメンタルがぶっ壊れる同士を探してます。希少すぎませんかねそれ。ロイの真似して引き横スマしてますけど、なかなか強いですねこれ。これ絶対なんで強いかわからないけど当たってるやつだ。大体みんなそんなもんだから平気。それは言っちゃうとまずい。いやぁ、弱空後ならまあ許せるか。どんだけ横スマ嫌いなんだよ。ちょっと使ってきて今のキーコンに慣れてきたところなんですが、 Cボタンジャンプが普段の ZR ジャンプに感覚が似てていい感じですが、 C で必殺技 Z で回避は違和感がすごくてダメです。ボタンの数と形的に仕方ないか。それは即死コンボするのにおそらく支障はないけど、 C スティックないのが一番の問題なんだよね。まずいヌンチャクとWiiコントローラーの最大の弱点が、大体の人がLスティックで完成つけて C スティックでグー上出すと思うけど、それができないんよね。これに関しては左手に頑張ってもらうしかないよな。おい左手、お前そんなボケットせずに頑張れよな。左手くん忙しそうなのにめっちゃ困惑してんじゃねえか。左手くんは腰抜けだったみたいです。毎回クソ動画に酷使されてるのにかわいそう。ここはしっかり復帰しなきゃ。でおいー、脳みそが混乱して左手もしっかり動かなくなってしまいました。いつもの慣れたキーコンじゃないから仕方ねえな。しっかり左手くんを制御しつつ頑張ります。当たらなかったが今のはなかなかいい横スマ。自己主張が激しくなってきたので左手くんの感情を消します。かわいそう。ここワンチャンメテオ、回避じゃなくてジャンプでした。これも狙いは悪くない感じ。このストックは普通にバースとして、最後のストックで即死コンボ狙っていこう。今のはいい引き横スマ。一応回避読んだつもりですが、後付けとか言われるのも嫌なので偶然です。なんでそこまでひねくれてるんだよ。横スマが怖すぎて最後までガードしてたら空後でバーストされました。ガード割れかけだったし回避が正解だったな。え、それ結果論ですよね。ダメだひねくれてやがる。さすがにVIPマッチなので対戦相手の方が上手かったです。ちなみにこの後めちゃくちゃ負けてVIP落ちた。え、いや役の細かさじゃねえよ。うおぉ、リトルマックか。コンボはそんなにしやすくなさそうだな。復帰阻止とかメインで頑張ろうかな。ホースもマントもリトマキラーだし、こう考えるとマリオでリトマって元有利だな。多分大体のキャラがそう。確かに。基本はガン待ちで攻めてきたら反撃のスタイルで行こうと思ってます。Wiiリモコン使う動画なのにいつもと変わんねえ。昔懐かしのコントローラーでいつもの動きができるということです。うわそれなんかいい。ちょっと、は？いややっぱりWiiリモコン慣れてないから難しいね。ごまかし方雑だな。うわガードの削られ方えぐい。下強横 B どっちもガードしきったからな。ガードが無限にあれば勝てるのにな。どんなクソゲーだよ。うわびっくりした。至近距離 NB ってなんだ。掴みしてたし撃たれたら当たってたな。あぶねえ。じゃあうまくアーマー合わせられたな。なかなかやるわね。それならこっちも本気出すわよ。その場上がり後ろ投げとかいう汚いタクわよ。いやわよは妖精。定期的にエセお嬢様言葉言いたくなる時あると思います。悔しいけど正直それあるんですわよ。そうはね。やべえリトマにこんなに密着したらまずい。マリオでガーキャン食う前するのもまずい。見せてなかったけど空打もできます。あれこれ食いご食いごからのメテオが決まっていく。確定してないけどな。もう即死コンボっぽいので満足です。じゃあこれで動画終わるのか。物足りないからもう少し遊んでみようかな。じゃあまずこの試合は勝たなきゃな。もうコツ掴んできたから任せときな。お、それっぽい動きからのグエヌは外しちゃったか。ウェイリモコン関係なしにパーセントがダメだったな。あれまさかこれ二度は食らわないと。やべ暴発した。ふん、勝てた勝てた。いや復帰ミスのごまかし方が雑。いえいえピースピース。ダメだこや。
じゃあ次からは専用部屋で知り合いとやってみようかな。いやー、VIP とかの人ばっかりだからきついんじゃないか。じゃあ忖度させよう。普通に発言がゴミ。ゆっくり実況仲間の水京さんに重量級使わせてボコります。重量級使わせた挙句いいリモコンでボコろうとするの最低すぎる。ちなみに裏で結構負けてる。キャラ指定して負けるな。あとマッキーさんともやってたんだけど、いい試合が取れなかったのと、マッキーさんだけわかんないって言われるので使えませんでした。最低人間かお前は。状況も説明したことだし、デブをボコボコにしていこうかな。お、NB パナシとは2だね。なんか腹立つんだよな。即死コンボチャンス、全然ダメだ。どんなミスしても試合中は基本手が冷静なの面白いな。撮影してるしカメラ外に行かないようできる限り固定してるよ。ウィーリモコンのメリット何個かなくしてる気がする。動画にするための少ない犠牲と思って耐えてます。今の空母やられた。ジャンプ消費しちゃったのかな。いや知らんけど。どういうことだよ。ウエスマ前側でも当たるんだ。重量級の大きさに救われたな。よしまだやれるぞ。この差なら余裕で取り返せる範囲だ。でこれはスペシャル。おいそれはまずい。てか失敗してんじゃねえよ。いや大物のネタをパクって潰されるよりはいいか。ズッコン CH さんをなんだと思ってるんだ。 0% で掴めたのは美味しいぞ。外ベク変されちゃったけど、まあよしとしましょう。もう少しパーセント貯めたらいつもの即死コンボいけそうだな。そうだね。さすがに1回ぐらいは決めておきたいところって。なんだその持続。ヒットストップでえげつないことになってたからのジャンプ潰れたところにクエヌでバースト。普段使ってないキャラなのにやってくるな。ガーキャン空母が横スマに化けちゃった。たまにあるやつな。まずい着地いじめられてる。毎回暴れ技入れ込んでるやつが悪い。これはマジ全然触れなくなってきたな。パーセントは逆転してるしな。きた。ちょっと変則的だけど空母からの空へ空へメテオが決まっていく。おこれはプロコンだったとしても好プレイ。画面外でガッツポーズしてるからウィーリモコン置いてます。いやーこういうのを求めてた。重量級選ばせてるけどな。決まったからいいの。最後にガノンも使ってもらいました。コンボもしやすいし復帰阻止でもメテオできる有利カードだな。水京さんガノンサブだからいい勝負になるんじゃないかと。たとえウィーリモコンでもガン有利カード。どうなるのか。慣れてきて若干ハンデにも感じなくなってたりもする。いやじゃあただの有利対面じゃねえか。運んでから下投げ空上空上メテオ。うおーめっちゃコンボできる。マリオのメテオは爽快感がすごいな。このまま即死コンボで全ストック奪ってやるぞ。あ、またやってるよ。生きり空だから自滅は恥ずかしい。ダメだ切断しようかな。煽りが想像の100倍効くのやめてください。この位置の空母はいいぞ。結構惜しい。このストックはもうコンボ狙えないかな。ということでなんとか普通に撃墜。こっちもガノンでユーバーストタイになっちゃってるな。最初にコンボで大ダメージ与えて差をつけたいな。ファイアーボール当たっていい感じ。回避間に合ってそうとかは言わない。何も届かないから結果的に回避を見てダメージ稼ぎつつちょっと崖に運んでいくぞ。あっという間に 66% だ。最強だこのキャラ。でももう即死コンボはできなそうになっちゃったか。じゃあシンプルにメボエ。メテオバレて空上で逆に阻止されてんじゃねえか。なかなかやるわね。いやエセお嬢様は帰ってくださいわよ。長引いた割にジャンプ読み空母とかいうしょぼい終わり方したのでカット。有利とはいえなんとか勝てたな。いやーウェイリモコンとヌンチャクはマジで楽しかった。昔はウェイリモコン単体とかでもやってたけど今はちょっと厳しいかな。スペックないしな。ヌンチャクとか使って遊ぶ懐かしさや楽しさを思い出したい方はできるかは保証できないけど概要欄にやり方書いてあるのでぜひやってみてね。それじゃあここまでのご視聴ありがとうございました。気が向いたらチャンネル登録よろしくね。じゃ、さようなら。